はい、夢です。こんにちは、どうもどうも。今ね、平日のディズニーランドに来てます。平日なんだけどね、すごい今日雨でめちゃめちゃ土砂降りなんですよね。でね、今日俺仕事休みなんだけど、せっかく予定開けといてね、雨かと思ったんだけど、まあ、せっかくなんで来てみました。まあちょっとね、平日のね、雨のディズニーランドどんな感じなのかはね、レポートしたいと思います。はい、じゃあ行ってきます。はい、インパークしました。今時間は3時半ですね。やっぱり雨のカッパくん、カッパのグリもしてませんね。いやー、ちょっともう気分もハイテンションには正直ならないですね。どうなんだろうな。ちょっとね、昼ご飯食べてないんで、ちょっと食レポも兼ねてきました。3時半だとね、3時半か4時っていうのがパークのレストラン一番空いてる時間なんで、おそらくどこもガラガラだと思います。よっしゃー、なんかちょっと食べていきます。はい、ワールドバザール来ました。やっぱりね、雨がしのげるってことでめちゃめちゃ混んでますね。あと仮装インパーク、仮装もできるので、やっぱ全身仮装者がやっぱ避難所になってますね。はい、ちょっとね、食レポ、そうだな、北斎かイーストサイドカフェ、北斎かイーストサイドカフェちょっと見に行ってみたいと思います。いいカフェ、3時半だけど結構混んでますね。やっぱパレードが中止とかで、やっぱね、アクティビティね、少ないのでやっぱり混んでますね。他行ってみます。こうね、雨で行き場をなくしたゲストがですね、ワールドバザールの壁のところでみんなぐったりしてますね。はい、ちょうど銀テープだったよ。すごっ。雨雨、みんな走らないで。いや、今俺ね、銀テープ来ると思ったんだよな。はい、あと2回銀テープしますね。はい、来るぞー。おー、すごいすごい。20分待ちとのことでした。ちょっとセンターするとコーヒーハウス行ってみます。センター来てみました。センターファストパスじゃねえや、クラウディがなくなったのでめちゃめちゃ混んでますね。トイステーションの方まで結構列並んでますね。こりゃダメだな。はい、ちょっとコンビプレートとは食べたかったな。はい、ここはちょっとまたにします。ブラザーテラス来てみました。うん、ハロウィンスプーキーブー中止、そりゃそうだよね。なのでガラガラですね。アメキャンもないんだろうな。アメバージョンも多分ないだろうね。カリブ15分ね。で、ビッグサンダーマウンテン45分と。はい、スプラッシュマウンテン90分ね。ピーターパン60分と。はい、マンションが今、クローズですね。スモール30分と。はい、モンスターズインク90分。スペースマウンテン90分。はい、こんな感じになってます。はい、ワールドバザールはもう本当にギュウギュウでしたけど、はい、パークの方はやっぱりね、人通り少ないですね。まあ平和なもんです。でもね、今日本当寒いし辛そうだね。なんかみんなカッパ着てね、ね、せっかくインした以上はみんなカッパ着てんだけども、やっぱちょっとみんな表情辛そうですね。なんか食レポ行きたいな。よし、プラザーパビリオンレストラン行ってみよう。ハロウィンのハンバーグのセットあったよね。ちょっと行ってみます。はい、4時前のパレードルート。寂しい。当然中止。人がいません。あ、クリパレもガラガラだね。ちょっとクリパレも気になってるな。クリパレは、でもクリパレハロウィンじゃないんだよね。ただのレギュラーメニューだから。あ、そう、一応35周年のデザートがあるんだよね。はい、クリパレ10分待ちでした。どうしようかな、一旦考えます。台風の時ほどまあガラガラって感じではないね。うん、やっぱり
ね、腐ってもディズニーランド、さすがですよね。うん、人気アトラクションは思ったほどやっぱりついてないっていう感じです。じゃあもうちょっと回ってみるね。はい、ちょっと腹減ったんでですね、早々とちょっと食レポをしたい気分です。はい、ブラザーパビリオンレストランか、もしくはねグラマサラキッチンがメニューは変わってしまうので、明日からちょっとねメニューが変わってしまうので食べ納めも行きたいんですけども、やっぱりここはですね、やっぱハロウィン限定メニューをちょっと食べてみたいかなって気分です。なんでちょっとプラザーパビリオンも行ってみたいと思います。はい、プラザーパビリオンレストラン来ました。ここがですね、屋内席めちゃめちゃ狭いんですよ。なんですけども見てください、ガラガラです。めっちゃこっから目で見てもね、空席分かるぐらいめっちゃ空いてますね。なんでここにしよっかな。なんとハロウィンスプーキーブーの雨バージョン始まりました。結構雨降ってんですけど、雨バージョンスプーキーやると思わなかった、びっくり。いやー、ハロウィンパレードスプーキーブー雨バージョン通過してきました。いやー、よくやってくれたね。もう17時でかなり真っ暗なんだよね、周り。いやー、やると思わなかったね。ものすごい雨だったんだけど、よくやってくれました。いやー、よかったよかった。プラザのとこ、はい、装飾のとこね、ライティングされました。夜になって、はい、ライトがたった今つきました。ちょっとね、あ、わかるかな、 iPhone だとオレンジ色わかるかなと思ったらギリギリわかるね。はい、またね、天気のいい時にね、またこちら夜の装飾もね、また紹介したいと思います。スプーキーブーパレードを通過した直後の城前の様子ですが、やっぱ寂しいね。ちょっとやっぱり雨でこれから日が暮れてくるところってやっぱちょっと寂しいですよね。ちょっとね、雨がかなり強くなってきたので、ちょっとパークの奥の方まで行くのはちょっと俺もちょっとね、あの腰がいけてるんですけどもね、軽くちょっとね回っていこうかね。ちょっと軽く行ってみたいと思います。城前行きました。当然仮装者もいないし、インスタ映えを狙う座り込みの女の子も当然いませんね。おそらく今日これセレブレート東京ディズニーランドもおそらくないでしょうね。でもね、ガスを注入してる音はしてるので、もしかしたらワンチャンやる、ね、あるかもしれないですね。あとはこちら、はい、一応準備で規制線張られてますね。はい、城前にはもう近づけないように、セレブレートの準備は一応今やってます。はい、せっかく来たんで、なんかね、アトラク1個ぐらい乗ってみようかなと思って、トモロー、そうだな。じゃあね、スターツアーズだな。スターツアーズがもし10分待ちだったらちょっと行ってみようと思います。おお、やっぱトモロー混んでるね。ワンマン抽選してもよかったかな。今5時なんで
5時半の入場始まってますね。次は19時なんで、ちょっとこれ見ちゃうとですね、俺帰りが遅くなるんで、今日はちょっとね、キャンセル、パスして、また次来ようと思います。はい、パンギャラ前まで来ました。パンギャラも、まあまあ混んでるね。スターツアーズ、10分待ちです。10分待ちなら行ってみたいと思います。行きます。はい、今スターツアーズ降りた連絡通路から撮ってます。今時間5時半ですね。もうすぐ6時なんですけど、だいぶ暗くなってきましたね。まあ5時半の割にはどうだろう、やっぱね、雨の平日ってことで、まあ空いてるのかな。はい、スターツアーズ乗ってきました。いやー、よかったよかった。10分待ちでした。やっぱ空いてていいよね。今日見たのもね、なんか初めての映像だったんで良かったです。はい、いつもオーパス5やってる広場も閑散としてますね。はい、5時半、もうすぐ6時ってことでですね、だんだん真っ暗になってきます。まあ雨だしね、そろそろ帰ろうかなと思います。はい、時間6時前なのでそろそろ帰ろうかなと思います。でもすごいワールドバザール装飾綺麗だよね、すごい。はい、こんなですね、平日雨のインパクトレポートをね、こんな動画を最後まで見てくれた人にちょっとしたトリビアをお伝えします。ワールドバザールのですね、こちらの左手にあるこちらの売店、メインストリートデイリーなんですけども、こちらはですね、新聞販売のワゴンをモチーフにしてるんですよね。はい、新聞ってことですね、朝と夜、つまり朝刊夕刊で売るものは変わるでしょ。だからそれをイメージしてるので、こちらの売店もですね、朝と夜で売ってるものは変わるんですよね。はい、こちらのショップ、朝と夜で販売してるグッズが変わるので、言われてみればそうだよね。はい、なのでこちらのショップ改めてチェックしてみてください。はい、すっかりもう日も暮れてですね、周りも暗くなってきました。18時、6時回ったので今日はもう出ようと思います。本当はね、ちょっとハロウィンのね、ランドの方をちょっともうちょっと今日はね紹介したかったんだけども、雨っていうことでですね、ちょっとハロウィンの雨ってことでね、ちょっとハロウィンの魅力を伝えることはちょっとできませんでした。はい、また天気のいい時に改めてインパークしたいと思います。はい、見てくれてありがとう。じゃあね、バイバーイ。